中国人都选择到日本去整形。CT のデータをもとに、頭の画像を出して、でいらないところの例えば。电脑设定好之后，连线 3D 列印机，经过八小时，患者的头骨模型1:1真实呈现。ところにどのようなプロテーゼを入れていくかっていうので、こういうふうにこうこのカーブのイメージとかがつくと思います。鼻子该垫多高？手术前就让你先预见术后模样。日本科技大国在医美产业也应用的淋漓尽致。海外からいらっしゃるということで、目や鼻や輪郭ですね、骨の形成とか、そこまで同時にやっていく方が多いです。なので金額で言うとやっぱり100万から400万ぐらいの。方まで様々ですね。这边是你以前手术过的内容，什么时候手的术，还有在哪个地方，和内容也要填写一下。特地请来中国人员工当诊所接待和翻译，就是为了应付台湾和中国客人。以目前汇率计算，日本割双眼皮20000出头，隆鼻也和台湾价格相当。而这现象也让日本近期整形最夯范本出现了中国女星。就是因为武媚娘在爆红的范冰冰挤进日本整形诊所范本前50名，也是唯一上榜的中国明星。韓国の美容外科も非常に進歩的で、すごく最先端の新しい治療、日本以上に非常にそこら辺は進んでいると思います。ただ日本は非常に安全性を重視する国ですので、どの病院に行っても非常に安全でクオリティの高い治療を受けれるという安心感はあると思います。只不过想去日本动刀，机票、住宿费，还有术后回诊问题也都得纳入考量，是不是真的划算？或许也就见仁见智。三立新闻林松斌丁夏在日本名古屋的采访报道。